ジャンバティスト・ジュールダンは、フランス革命戦争で活躍した、共和派の軍人、政治家。低世紀には、帝国元帥、帝国伯爵。若き日のジュールダン1762年、ジュールダンは、フランスのリモージュに、下界の子供として生まれた。1778年、16歳にも満たない頃に、一兵卒として、フランス王立軍に入隊。 アメリカ独立戦争に参加した。同戦争では主にサバンナ包囲戦や西インド諸島戦役で活躍したが、高熱を発症したため、1782年にフランスに帰国した。1784年、ジュールダンはあまりにも高熱が長引いたため、一旦軍を辞職した。その後、故郷に戻り、1792年まで福屋を営んだ。 ジュマップの戦い1792年、共和政府が樹立すると、アメリカ独立戦争での経験を買われ、義勇兵として招集、すぐに少佐の階級を授与された。その後、義勇軍を率いて11月6日に起こったジュマップの戦いでの勝利に貢献した。1793年3月18日に起こったネイルインデンの戦いでは敗北こそしたものの、 抜群のリーダーシップを周囲に見せつけた。そして5月27日に旅団長に就任、2ヶ月後には早くも師団長に就任した。9月22日には戦争省、カルノーの抜擢で北部方面軍司令官に任命された。コーブルク将軍はティニーの戦いにおけるカルノー陸将北部方面軍司令官に就任したジュール団はすぐに軍を率いて、 フランス北部の都市、モブージュに向かった。同地では、コーブルク将軍指揮下のオーストリアネーデルランと、連合軍約6万人が、フェラン将軍指揮下のフランス軍、約2万5千人を包囲していた。モブージュは、戦略上非常に重要な拠点であったため、カルノーは自らジュール団に随行し、軍事作戦を主導した。両軍は10月15日、16日に、ワッティニーで激突した。 フランス軍は初日において大敗を喫したが、二日目は倍近い兵力、そして兵士たちの決死の闘魂精神を頼りに徐々に前線を押し戻し、ついにはオーストリア軍に退却を余儀なくさせた。こうして、ワッティニーの戦いは、フランス軍の勝利に終わった。後年、カルロ王は、ワッティニーで、フランス軍が勝利できたのは、我が軍事作戦がこうそうしたからだ。 当時書内で書き綴っている。しかし、カルノーが軍事作戦を主導したのは大敗を喫した1日目のみであり、2日目にフランス軍が勝利できたのはジュールダンが単独で戦術式を担い最後まで戦い抜いたからである。カルノーは自身の戦術式能力の無差を痛感したのか、戦後すぐにパリに帰還した。1794年1月10日、 ジュールダンはカルノーから無謀な軍令を突きつけられたため断固拒否した。カルノーは次期様ジュールダンに逮捕状を出し、彼を法廷に突き出した。しかし、証言者として出廷した派遣議員らがカルノーの主張に含まれる矛盾を指摘し、ジュールダンを巧みに擁護したため、何とか死刑を免れることができた。しかし、ジュールダンは一旦職務を解かれ、故郷に送還されることとなった。 同年5月、ジュールダンは政府の意向で早くも軍務に復帰することとなった。そして北部方面軍、モーゼル軍総勢へ約8万人の指揮権を与えられた。ジュールダンはすぐさま北方のナミュールに向かって、起動、6月12日にオーストリア兵3000人が立てこもるシャルルロワを包囲した。同年6月17日、シャルルロワの救援に駆けつけた。 オーストリア・ネデルラント連合軍にフーグレッジェで攻勢を仕掛けられた。ジュールダンは敗北寸前まで追い詰められたが必死に戦い抜き、逆転勝利を果たした。連合軍は北方に退却した。同年6月25日、ジュールダンはついにシャルルロワを陥落させた。3000人のオーストリア兵はフランス軍に投降した。 フルーリスの戦いで指揮を執るジュールダン同年6月26日、オーストリアのコーブルク将軍は、前日にシャルルロワが陥落したことに気づかず、連合軍5万2000人を率いて同地に向かいつつ、あった。ジュールダンは、急いで戦列を整え、迎撃に向かった。両軍は、シャルルロワ近郊のフルーリスで激突した。前半は、連合軍が大きく有利だったものの、中盤で、 クレベール将軍が連合軍右翼を指揮するオレンジ校に猛攻を仕掛け、ついにオレンジ校のネーデルラント軍を戦場から駆逐した。これにより、右翼の戦力を丸ごと失った連合軍は大きく弱体化。好機を得たジュール団は自ら中央軍を率いて攻勢を仕掛け、逆襲することに成功した。これにより、フランス軍の戦術的勝利が確実となった。 コーブルク将軍は急いで攻撃を中止、南部ネーデルランド方面に向かって退却を開始した。こうしてフルールスの戦いはフランス軍の対象に終わった。ジュールダンは急いで追撃体制に転じた。同年7月10日、ジュールダンはコーブルク将軍を追撃中にブリュッセルに入場した。さらに7月12日にはアントワープを占拠。 南部ネーデルランドを実質的に占領することとなった。同年8月、ジュールダンの部隊からラインモーゼル軍が新たに編成された。ラインモーゼル軍は、モロー将軍が指揮を取り、ラインラントに向けて進撃を開始した。ジュールダンはさらにコーブルク将軍を追ってロエル川を渡り、ラインガーサガン地区のプロイセン軍を総統した。同年11月からは、ルクセンブルク要塞の包囲にかかり、 翌年の7月、ついに陥落させた。ピシュグリュ将軍1795年9月から、ジュールダンは、プロイセン進行を企画した。彼は、フランクフルトを目指して、機動作戦を展開したが、12月21日に、プファルツで、ピシュグリュ将軍が、フランス軍を裏切ったため、計画は頓挫した。モロー将軍、ナポレオン将軍1796年、ライン戦役が始まった。 戦争将カルノーはオーストリアを2本の歯で断ち切るピンサー作戦を考案した。これはジュールダン率いる北部軍、モロウ率いる中央軍がプロイセンをすり抜けてウィーン北部に進軍し、ナポレオン率いる南部軍と共にウィーンを攻撃するという大胆な計画であった。これに対しオーストリア軍は軍内屈指の名称カール大港を前者2人の迎撃に向かわせた。 当初、ジュールダンとモローはうまく連携を取り合い、カール大公を大きく東へ押し戻していた。しかし、カール大公は時期を見計らって大規模な機動作戦を実施、まんまと中央軍をすり抜けると、不意に北部軍の前に現れた。かくして、ジュールダンはヤブから棒にカール大公と単独で戦うことを強いられたのであった。 同年8月24日、アンベルクの戦いが勃発、フランス北部軍3万4千人と、オーストリア軍4万人が激突した。ジュールダンは、始終、カール大公の戦術に翻弄され続け、ほぼ無傷のオーストリア軍に対して3千人もの兵士を失う大敗を起死した。同年9月3日、ビュールツブルグの戦いが勃発した。ジュールダンは、前線の雪辱を誓って、 戦いに臨んだが、カール大公の巧みな反抗作戦の前に3万人中3000人を失う大敗を喫した。9月7日、ジュール団はオーストリア軍に圧迫され、マインツまで退却した。さらに、9月15日には、戦役開始時のラーアンガー付近まで押し戻された。9月16日から19日の間に起こった、リンブルクの戦いでは、カール大公に、 側面から奇襲を仕掛けられ、壊滅状態に陥った。ジュールダンは、生死の寸前まで追い詰められたが、ベルナドットらが救援に駆けつけたため、何とか脱出することに成功した。ジュールダンは、中央軍のいる南部に向けて、退却を開始した。カール大公は、フランス北部軍をラインガー西部の湿地帯まで、追撃すると、転身して、中央軍の撃滅に向かった。 これにより、中央軍はプロセンからの退却を余儀なくされ、ピンサー作戦は一旦中断となった。ジュール団は一連の敗戦の責任を負わされかけたが、身代わりを立て、保身することで窮地を切り抜けることに成功した。その後、一度軍務から退いて、政治家に転身した。政治家として、ラズワンを発揮した彼は、政界でたちまち有名になり、 徴兵制度に関する法令の作成に携わることとなった。この法令は1798年に発布され、ジュールダン法として広く知られるようになる。1799年、第二次退仏大同盟が結成され戦争が再開するとジュールダンは再び軍部に復帰、ライン方面軍の司令官に任命された。ジュールダンはすぐに戦列を整え行軍を開始。 3月上旬に、ケールでライン側を溶かした。オーストリア軍の指揮を取るカール大公同年3月20日、ライン方面組4万6千人は、オストラフ派で、オーストリア軍8万人と激突した。オーストリア軍を率いるのは、今まで散々辛酸を舐めてきた、カール大公であった。ジュールダンは事前にオストラフ派の戦略的、重要拠点を抑え、万全の迎撃体制を整えていた。 しかし、3度、カール大公の巧みな戦術に圧倒され、遊国にはフレンドルフコーチへの退却を余儀なくされた。カール大公は6月21日も続けて、攻勢を試みたが、途中で天候が崩れたために、湿地帯が多い戦場では、泥沼の戦いが続いた。しかし、数に勝るオーストリア軍が、次々と拠点を占拠し始めたため、ジュール団は、 同地からの撤退を余儀なくされた。こうして、オストラッハの戦いは、オーストリア軍の勝利に終わった。オストラッハでの勝利後、カール大公は、兵力の半分を割き、威力偵察を行っていた。これに目をつけたジュール団は3月25日、大胆にも、全軍を率いて、偵察部隊の側面から奇襲を仕掛けた。不意を突かれたオーストリア軍は、バンダム将軍らの突撃によって、 多大な損害を被った。しかし、カール大公は冷静に状況を判断し、すぐさまた部隊の招集を命じた。オーストリア軍は各所から続々と援軍が到着し、最終的に6万人の兵力となった。カール大公はこの段階で、フランス軍中央に対して攻勢を仕掛け、見事に反撃に成功した。フランス軍は危うく分断されかけたため、ジュール団は、 急いで退却を始めた。各して両軍ともに全兵力の10%程度の死傷者を出す大激戦となったものの、オーストリア軍の勝利に終わった。ジュールダンは長らく敗戦が続いたために体調を崩しがちになり、同年にはライン方面軍の指揮権をマッセナ将軍に移譲した。1799年、ジュールダンは再び政界に復帰した。 11月9日に起こったブリュメールのクーデターでは、ナポレオン陣営につき500人会から職務追放を通告されたものの、ナポレオンが第一投領に就任すると帳消しとなった。ジュールダンはナポレオンによる革新的な政治体制にもすぐに馴染み、持ち前の優れた政治手腕を遺憾なく発揮した。1800年、不評及び騎兵部隊の観察長官に任命された。 帝国元帥時代のジュール団1804年5月19日、43歳にして帝国元帥に任命された。1805年、レジオンドヌール・グラン・テグル組を授与された。1806年、ライン方面軍第3予備軍団の司令官に任命され、正式に軍務に復帰した。1808年、ジョゼフ・ボナパルトの軍事顧問に任命され、 半島戦争で大きな役割を担った。ただし、二人の人間関係は、始終あまり良くなかったようである。同年6月3日には、バルミー公爵に任命された。1809年7月28日に起こった、パラバラの戦いでは、ジョゼフとの共同式で4万6千人のフランス軍を、引き、5万5千人の英西連合軍と激突。 戦略的には勝利したものの、戦術的に敗北した。戦後、ジュールダンはジョゼフを公然と批判したため、二人の不和は決定的となった。そして、軍事顧問を更迭された。以降、この職は、スールと元帥が受け持つこととなった。1811年9月、スペイン方面軍参謀長に復職し、再び、ジョゼフの補佐役を任されるようになった。 1812年7月、サラマンカの戦いで、マルモン将軍がウェリントンに敗北するとジュールダンは、ジョゼフと共に、マドリードを破棄しバレンシアまで退却せざるを得なくなった。しかし、その後ウェリントンが、ブルゴス包囲戦に手間取ったため、ジョゼフ・ジュールダン軍は、アンダルシアに退避中のスールト軍と合同で、マドリードを再奪取した。これにより、 ウェリントンがポルトガルまで退却せざるを得なくなった。1813年、ウェリントンは再び軍を大規模に展開し、局所戦で次々と勝利を挙げながらスペインに進行した。これに対し、ジョゼフ・ジュール団軍6万人は退却を開始した。しかし、その中途でまたしても二人の間に不和が生じ、退却が遅れた。6月21日、ジョゼフ・ジュール団軍は、 ヴィトリア近郊で、ついに衛星軍8万2千人に捕捉され、決戦を強いられた。このヴィトリアの戦いで、フランス軍は、決定的な敗北を喫し、フランスがスペインを手放す主因となった。ジュールダンは本国に帰還すると、ナポレオンから職務を更迭された。1814年、ジュールダンは、斜用のナポレオン帝国を尻目に早々と、ブルボン王家に倉返した。 1814年5月、ブルボンオケの下でジュール団は、第三軍管区の王室弁務官に任命された。6月4日には、フランス貴族に劣せられ、ストラスブールの第五軍管区長官に任命された。さらに8月23日には、生類第十字区を賜った。1815年、ナポレオンがセントヘレナから脱出すると、 ナポレオンに教順を誓い6月2日には帝国貴族に劣勢られた。しかし、戦いには一切関与しなかった。同年6月22日、100日天下が終了すると、再び王政に忠誠を誓った。その後、例の軍事裁判への出席を求められたが、断った。1816年、グルノーブル総督に任命された。1819年、 貴族院議員となった。1830年7月革命が起こった際は、反動主義を平然と批判し、革命側の勇士として名を馳せた。革命後、ルイ・フィリップから廃兵院長官に任命された。1833年11月23日、パリで死亡した。去年71歳であった。彼の遺体は廃兵院員ホテルでザンバリッドの地下に眠っている。 オテルでザンバリッと非常に、世当たり上手な人物で、共和政府、総裁政府、第一帝政、百日、天下、復興王政、七月王政すべてにおいて、軍部の重鎮として君臨したのは、ナポレオンの元帥の中で彼のみである。そのため、ナポレオンは彼を、まさしく真の愛国者である。と評した。性格としては臆病かつ狡猾であった。そのため、戦においては、 攻撃よりも守備を得意とし、職務においては、軍務よりも、むしろ政務に向いていた。ありがとうございます。